スチームクソゲー発掘隊。ギフトスペシャル。フレンドさんからいただいたギフトが結構溜まったので、今回はそれを紹介していくよ。最初はクソゲーを送りつけられていたんだが、最近は私たちの精神状態を心配してか、面白いゲームが送られてくるようになったな。もうこのシリーズでかなり鍛えられたから、ちょっとやそっとじゃ動じないよ。今回はプレイして面白かった順に紹介していこう。では早速見ていくよ。最初にご紹介するのはこちら。ターノックス制作のレジェンドオブヒマリ。こちらはどうやら同作者さんの、タイムマリというゲームのスピンオフみたいだね。お値段は100円となっている。では早速やっていこう。今作の操作はとってもシンプル。A と B で左右に攻撃。上空の敵を攻撃、またはアイテムを拾うには左クリック。武器のアイテムを拾うとしばらく強力な攻撃が出るよ。星を集めるとキャラが解放できる。それぞれ能力が違うみたい。敵を倒すとパワーが上がっていくんだけど、攻撃力が上がっていってるのかな？まあこのように敵を倒していくだけのシンプルなゲームだよ。そしてこれが結構面白い。地上だけではなくて上空からも攻めてくるし、地上の敵も速さや挙動が違ったりで、結構忙しいんだよね。この青い瓶は体力回復。結構一発が痛いから、優先的に拾っていきたいね。ちょっとも可愛いし、丁寧に作られている感じだな。敵を倒していくとレベルが上がるんだけど、おそらく10レベルごとにボスが出現する。これが結構硬いんだよな。上からも下からも敵が来るし、ボス自体攻撃はしてこないけど、こっちに向かってくるので、どこかに気を取られていると、あっという間にやられてしまう。やられてもリトライ額にならないタイプのゲームかもな。武器強化で大勢の敵を一掃できる爽快感のおかげかも。暇つぶしにはもってこいのゲームかもな。やめ時がわからなくて、いつの間にか時間が過ぎているってのには注意してね。ニューゲームからキャラ解放が行える。集めた星で新キャラを解放していこう。リーダーボードでスコアを競えるので、そういうのが好きな人にもおすすめだぜ。次にご紹介するのはこちら。ニッカービジョンスタジオス制作の、ビットブラスター XL。こちらは妖芸発掘隊で紹介した、オービット XL と同じ制作者さんのゲームだね。面白さ的には最初のゲームと同じくらい。ただ操作が少し難しいかも。操作はこんな感じだぜ。今作はシューティングゲームとなっているよ。操作が少し独特で慣れるまで時間がかかるかも。宇宙船は常に前進している。スティックの左右で進行方向を変える。右を押すと飛行機の右側に旋回するんだけど、最初画面の右側とごっちゃになって、死にまくったよ。X で射撃なんだが、これには弾を消費する。オート連射も選択できるんだけど、弾切れが怖いので切ってあるよ。プラスの書かれた緑の小さな点は弾薬。コインを集めると機体のアンロックができるよ。このゲームには実に様々な武器があって、アイテムを取ることで切り替えられる。機体の周りにあるのはシールド。ボムは Y ですよ。あとは AB で加減速。これらの要素でスコアアタックするのが目的だな。あとはそれぞれ特徴を持った機体のアンロックだね。この辺はまだいいんだが、もうちょっとゲームが進むと、かなり攻撃が激しくなるな。この作者さんのゲームは安定して質が高い。とりあえず機体を購入してみようか。早速試乗してみよう。見てもらえるとわかるんだが、明らかに速度が速い。そしてシールドがない。今オート連射を使っているんだが、弾が切れてしまうな。これがボム。一気に敵を倒せて気持ちがいい。やっぱりオート連射は上手い人じゃないと使いこなせないかも。ノーマルショットだと敵に攻撃を当てるのが難しいんだよな。一度弾が切れると特殊武器は解除されてしまうから、その辺には注意が必要だね。やっぱりこの作者さんはしっかりとゲームで抑えるべき点を、抑えているんだなぁと思ったぜ。とにかくいろいろなものが快適。武器の種類が豊富なのは嬉しいよな。個人的には今使っているホーミングが最強。勝手に攻撃してくれるから、回避に専念できるしな。レビューも圧倒的好評で、お値段98円とお安い。こちらもお値段以上に遊べるゲームだな。では次にご紹介するのはこちら。ジャックスラップ制作のモンタロー。読み方は適当。こちらもレビューは圧倒的に好評。お値段は98円となっているよ。
操作方法なんだが左クリックでジャンプ。それだけ。ちょっと不満なのがギミックはいろいろあるんだけど、説明が何もないとこだね。その辺不親切だよな。このゲームの目的は死なずに遠くまで行って、距離を稼ぐスコアアタック。このバナナを踏むと勝手にジャンプする。高いところから踏むと高くジャンプする。しかしパンツゲージが減ってしまう。それを回復させるために、女子高生からパンツを盗まなくてはいけない。ちょっと意味がわからないが、そういうものだと思ってほしい。D と書かれたコインは、コスチューム解放に必要。今パンツを取ったが、女子高生に合わせてジャンプすると盗める。ところどころいるカラスなんだけど、普通に当たるとゲームオーバー。バナナジャンプだと倒すことができる。ニワトリとツバメは弾き飛ばすこともできるんだけど、後から恐ろしい逆襲があるので、可能な限り避けた方が無難。見てもらった通りドットはとても可愛い。かなり作り込まれているね。このゲームは心を無にして遊ぶタイプのゲームだな。決してスコアアタックを目標にしたりしたらいけない。ステージがランダムなため、運に左右される。バナナや落とし穴の配置が実にいやらしい。どこまで行ってもクリックするだけだから、必死になってやるより、リラックスしながらの方が楽しめるぜ。能動的に楽しむアクションゲームというより、頭空っぽにして楽しむクリッカーゲームとかの方が、プレイしている時の精神状態が近いかもしれない。あとコスチューム解放のためのコイン集めが供養。大量のコインが必要なためかなりやり込まなければならない。それだったら前の2つのゲームか、スウォームレイクやるな。これはかなり順調にいったのを流しているから、わかりづらいかもしれないけど、結構理不尽なところがある。要求されるジャンプの難易度が、結構高いんだよな。連続してジャンプはできないから、今のような配置だとどうしようもないね。個人的には可もなく不可もなくって感じだろうか。このシリーズのせいで不可のラインが、地面にめり込んでしまっているから、私のレビューは当てにしない方がいいかもしれない。ゲームと呼べるのはここまで。ここからはシリーズ本編でもご紹介したあのゲームの続編。メックエボル制作のロックパーシング2。前作はクソ高 DLC のせいで、マネロンや何かの現金化に使われていたんじゃないかという疑惑が浮上していたけど、こちらのお値段は前作と同じ100円。現在はバンドルが 98% オフの1696円で購入できるみたいだな。もちろんタイトル画面もメニューもないよ。操作方法は 8D でロックピックを動かす。エスケープで終了。これだけだな。これはスプリングを正しい順番で上げていき、全部上がりきったらクリア。つまり右か左、50% を延々と選択するだけのゲームだな。オブリビオンのピッキングの方がまだ面白かったね。報酬が待っているもんな。こちらはニコ動と YouTube に RTA が上がっているよ。5秒63だな。もうわかっていると思うけど、クリアしても何もないよ。これは高額 DLC が来たら買おうと思っていたんだが、プレゼントしてもらえてよかったな。ちなみにこのゲームが、わらしべ貧者という企画のアイディアになったよ。もしかしたらこのゲームをプレイすると、アイディアが湧いてくるのかもしれないな。創作活動でネタに困っている人は、ぜひとも購入してみてね。では早漏と行こうか。さて早漏やっていくよ。最後の100円のゴミ以外は普通に遊べるゲームだったな。最後の目通はなかったからよかったね。実はもう一つゲームをもらっていたのだが、少しエロかったのでお蔵入り。グロは良くてもエロは許さない。海外のような方針でやっていこう。今回いただき物を実況したわけだけど、リクエストは受け付けていないよ。なのでリクエストを受け付ける企画を考え中。近日中に動画を上げる予定。今回はクソ要素が少なかったな。そのクソ要素も虚無に分類されるものだから、今回は妖芸発掘隊でやってもよかったかもしれない。クソ掘りに戻らないといけないので、今回はここまで。